みんなこんにちは。はてなくんだよ。蜂の巣って六角形だよね。なんで六角形なんだろう。今日は蜂の巣のお話だよ。蜂はまずはじめに丸い部屋を作っていくんだけど、その部屋にくっつけてまた同じ大きさの丸い部屋を作っていくんだ。そしてそれが隣り合った6つ同士がお互いに引っ張り合って六角形になるんだよ。それに六角形って形はとっても効率がいいんだ。一番少ない材料で一番広い空間を作ることができるんだから、空間に無駄がないものね。もし丸い大きさだったら隙間がたくさんできて材料もたくさん必要だよね。この蜂の巣はとても丈夫な作りで、同じ構図を人間も利用しているんだ。建物とか飛行機の翼、人工衛星の壁などにも利用されているよ。それとね、女王蜂がいないで巣を作ると六角形にならないんだって。六角形になる情報を女王蜂が出しているのかもしれないね。今日も見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録してね。バイバーイ。